二十四節気のうちの一つ、大雪の今日、強い寒気の影響で関東を中心に真冬並みの寒さとなっています。本州付近はこの時期としては強い寒気が流れ込んでいて、東日本から西日本にかけてこの時間も気温がほとんど上がらず、各地で凍える寒さとなっています。関東では横浜で平年より6日早い初雪を観測しました。東京都心では初雪とはなりませんでしたが、朝から雨が降り、真冬並みの厳しい寒さとなっています。午前11時の気温は東京都心で 4.9 度、横浜で 4.5 度となりました。予想最高気温は東京都心と横浜で7度となっていて、午後も気温は上がらず、関東を中心に真冬並みの寒さとなりそうです。